まあ、10周年っていう、まあ、大きな一つの区切りではあるんですけど、なんか本当に10周年あっという間だったなっていう感覚が僕はすごくあって、でもなんか本当に一つのただの数字の区切りでしかないなっていう思いがあるので、なんかまだまだチャレンジしたいこともありますし、まだここから加速していく本当通過点だなっていうのは、はい、最近なんかメンバーと話す機会が多くて、そうやって感じています。11月21日にデビュー10周年を迎える7人組ダンス&ボーカルグループジェネレーションズ from EXILE TRIBE、 リーダーの白濱亜嵐さん、片寄涼太さん、佐野レオさん、関口メンディーさんにアベマエンタメが独自インタビュー。あいつら最近調子乗ってるらしいよって言われたらみんなで怒られて、デビュー当時の秘話、さらにツアー中に起こった裏話。僕らのグッズめっちゃ持ってる、歩いてる人普通にすれ違ったり、そして今後の目標を明かしました。あの光景って結構みんな心に刺さってるのかなと思って、それをまたみんなで見たいなっていう。